ルートビヒプラントルルートビヒプラントルの教授になった。1904年に、境界層に関する論文を執筆した。ゲッティンゲン大学に移り、航空流体工学の先端研究機関とした。1925年に、カイザービルヘルム、流体力学研究所を創立した。フレデリック・ランチェスターとサンジ・モバサの理論を1918年から1919 19年に、 発表した。キャンバーを持つ薄き翼の理論も研究した。翼炭効果の重要性を示した。それまで考慮されなかった、翼炭渦が効力を引き起こすことを示した。1908年に、テオドルマイヤーと共に、超音速衝撃波の理論を初めて示した。超音速風洞の構造も考案した。その他にハーマングロワートとともに、プラントルイコールグロワートの法則や、 その特異点に名前を残している。1928年王立協会外国人会員選出。1951年ビルヘルムエクスナーメダル受賞。ありがとうございます。